もうすげえ嫌だったなっていう選手と、うん、こういうフォワード嫌だなっていう。おー、面白いね。フォワードの絡みでしたね。はい、すいません。いや、そりゃそうでしょ。日本代表10番ですからね、うん、面倒見がいいんですよ。後輩とかみんなこうご飯連れてくれたりとか、ジュビロの 10番ですから、はい、全部持ってますね。パスもそれなりに出せるし、うん、前園真聖のおじさんだけども遊んでもいいですか。はい、お願いします。先ほどは、まあ、服部さんと、はい、田中さんと、はいはい、アトランタについて、うん、ちょっと振り返っていただきましたが、ベストイレブンを、はいはい、取らせていただこうということで、はい、お願いします。よろしくお願いします。だから、まあ、年代的には、まあ、近いですから。そうですね、だいたい僕の中ではこう多分対戦した中でとか、はい、まあ、ちょっとこう見させてもらって、まあ、能力高いなっていう風な持ってる選手を挙げましたけど。でもさ、マコ、あの10秒で11人揃っちゃうんじゃない？そう、だからそこがね、なんか10秒のあの黄金期がいるから、黄金期揃っちゃうとなんか面白くないなっていうのも、でもなんか先輩に悪いなって気もするし、なんかちょっと難しい難しいよね。難しいです。けど、まあ、一応ね、考えました。あ、考えて決めたんですね。はい、考えてました。はいはいはい。あのポジションにもよ、皆さんね、いろんなポジションがあって、はい、 そうですね、そのポジション目線もあるんで。はい、そういった時は楽しみですよ。前園さんが入ってくる可能性も、なんて西村ですね。あの、忖度はいらない、全くいらないんですよ、これ。自分が感じたことなんで。そうです。僕、ゾノさんは憧れてる選手の距離ですからね。実際、本当に。ありがとうございます。はい、2個ですよね。2個上なんですけど、まあ、いろいろ、まあ、高校時代のね、あの、思い出もあるんで、はい、あ、そうなん、イメージはあるんですよ。ゾノさん多分覚えてないと思うんですけど、僕、うん、は鮮明に、その時の記憶が。あるんですよ。マジで？はい、選手権の時にやってるんですよ、実は。ほう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 。まあちょっと、いや、その辺も聞きたい。うん。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークすると、ノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。メンバーで、うん、もう最後こう終盤になりかけるところで、まあ、うん、みんなでこうアップしてるっていうところで、うん、ゾノさんの果実にやられたんですよ。しかもゾノさんに、多分ゾノさんの3年の時、3-1ってことでしょ。そうそうそう。僕はまだ全然ペーペーだったんで、うん、でも一応メンバーに関わらせてもらって、うん、そこの選手権の会場には いたんです。あ、じゃあ、あれ、あそこで見てたの？見てたんですよ。で、ゾノさんがゴールウォーミングアップしてたってこと？そうですそうです。で、最後ゾノさんにやられて、みんなでガーッつって頭抱えて、あ、その試合は覚えてますよ。はい、もちろん。だから僕、だからその時見てるんですよ。あ、そうなんだ。はい、やっぱり見た感じのプレースタイルが、うん、やっぱすごいなっていう、その時のインパクトがね、あったんですよ、ゾノさん。じゃ、その後あったのはもうあれですか、もうそうです、オリンピックです。で、オリンピックのプレーを見て、またすげえなっていうのは思ってました。うん、な、年齢は近いんですけど、うん、ちょっとね、やっぱり怖いイメージがまあ、あのね、オリンピックの中でもちょっとね、あの、そうでしたか、やっぱりイケイケだったんで、ちょっとね、僕ら田舎のもんで地味だったんで、なんかこう、まあ、ショートとか含めてね、うん、なんかグッっていうね、うん、引っ張っていくメンバーと、まあ、僕らは後ろで地味に頑張ろうっていうそうそうそう、で、俺は後で入っていったから。僕ね、ユースはメンバーに庄司とか、あのいや、あのメンバーじゃないですよ。僕その後なんですよ。あ、そうなの。はい、だから僕、西野さんが、いや、あの庄司とかとやった後の、うん、次の代のユースなんですよ。西野さんが初めやってたんですよ、うん、けど西野さんがオリンピックをやるっていう話になってから、うん、なので、うん、西野さんがそのまま U23 を見て、うん、でユースが田中浩二さんになったんですよ、うん、で僕はユースやってたから、うん、で、まあ、西野さんに、ね、選んでもらってたんで、うん、掛け持ちで、うん、あの初めの頃から引っ張ってもらってたんですよ。あ、そうなんだ、はい、じゃあ両方掛け持ちだったの。そうですそうです。 U19 と U23 やってて、うん、だからもう合宿も初めの頃のゾノさんがいない の大学生とかが多い、うん、あの中でもいたんですよ、うん、僕。あ、そうなんだ、はい、エリートじゃん。エリートではないですけどえ、だって掛け持ちだよ。そうだから西野さんにね、こう気に入ってもらって。はい、まあ、それ知らなかったな。だから西野さんと長いんですよね、だから、はい、掛け持ちすごいですよね。あの下のだってユースとオリンピックだから、はい、そうです。だから結構僕ほとんどあのジュビロにいなくて、
ほとんど遠征行ってましたね、遠征とか合宿とか、うん、だからでも当時ヒデも、うん、ニュースさん の, あの立ち上げの立ち上げっていうか僕らのユースの時の立ち上げでいて、うん、でだから直樹もそうですね、松田直樹もあの辺とかは、うん、だかその前の庄司の1個は、え、直樹とヒデは1個した ?1 個したんです。そうだよね、はい、だからユースはあいつら早生まれなんで、うん、入れるじゃないですか。そうだよね。西野さんすごいね。でもそう考えるとなんかぼーっとしてるけどさ、西野さん、まあ、僕もね、あのドンさん の, あの動画見ましたけど鈍感力、鈍感力ね、鈍感力なんだけど、うん、なんかちゃんとね的を得てるっていうか。そうなんだよ ね, ですよね、いろいろ。あ、それはちゃんとなんか改めて聞いて、あ、そうなんだと思ったね、はい、うん、だそのなんかね、ユースのその積み上げプラスこうね、うん、世代のこう融合じゃないですか。ゾンさんとか新しい人が入ってきてとかね、うん、面白い。レゾンさんのチームにもうね、こう変わっていったっていうね、途中からね。まあ途中からっていうか、はい、俺本当途中からだったから。高行だったもんね。そうです、高行くんがメインでしたね。メインだったから、はい、俺は後から入っていったから。そうですね、だから高行くんにはよく怒られましたよ。俺を飛ばすなっつって、中盤飛ばすなっつってでもゾンさんはね、なんかそんなこと言わなかったですね、うんうん、高行はだってもうずっとずっとジュニアぐらいからもうね、そうですね、もうエリートですもんね、超エリートで、もう誰知らない人がいねっていうね、うん、別格だったから。テクニックと口の悪さはね、もうっていう有名したもんね。今もうすごい真面目にやってるけどさ。やってます。今真面目にやってる。そうね、だからその、まあ、年齢もあるけど、その時の、 あのその世代のっていうのは俺もそんな知らないからさ、はい、どっちかというと孫のもうオリンピックデーだから、うん、ね、うん、でドンさんはもう J でこう活躍しててね、もう前園さんの言う通りっていう感じだったので本当 僕らはもうそう、あ、そっか、はい、なんかちょっと怖い感じで。そんなにだって僕オリンピックの頃とかも、まあなんか前線もね、後ろでこうグループもちょっと分かれてたんで、確かにそんなにね話すこともなかったですね。で、ゾンさんとかはね、こうどっか行っちゃうじゃないですか。ね、どっか行っちゃって、まあまあまあね、そうなんだよね、はい、もう飯食ったらもうちょっとなんかソワソワして、そう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 、はい、だから僕らは そこまで能力ないから、ある意味羨ましかったんですよ、ゾンさんは、うん、だって合宿やってその余力でまた行くんですよ僕らだからその合宿でいっぱいいっぱいだから、うん、ある意味だからすごいんですよ、パワーが、エネルギッシュっていうか、うん、でもほらその辺もさ、西野さんがさ、うん、分かりつつもなんか上からガツンじゃなくて、うん、うまく転がしてくれてたっていうか ね、 はい、その辺はね、そこまで厳しくなかったですもん ね、 なんかね、でもなんかちょっと機嫌が悪いのかいいのか分からないような、あるじゃないですか、なんか冗談なのか、うん本気なのかね、真面目なのか、うん、本気なのか分からないときはよくありましたね。でもあんまりがっつりわっていうのはそんなに、そうですね、なかったですね、そんなになかったかな、はい、やっぱりだからヒデぐらいじゃないですか、なんか言えたのはね。確かにこうじゃないよ、そうかもしれない、ね、あ、そうだね、はい、僕らはもうついてくだけでしたベストイレブン、ベストイレブンですね、はい、一、はい、人ずつどこから、まあ、こうじゃあ、どっからでもいいよ、あのポジション別でもいいし、やっぱりキーパーからでもいいし、 前からじゃないですか、やっぱりディフェンスなんで。おお、はい、なるほど、そっかそっか、はい、対峙するとこね、対峙するところから、うん、今の選手とかじゃなくてやっぱ戦った選手、うん、そうですね、戦ってやっぱり実際もうすげえ嫌だったなっていう選手と、うん、まあ本当に自分が消耗させられたっていうかね、うん、こうマークしてるとか、うん、こう対峙してるときに、うん、あとはもう本当こういうフォワード嫌だなっていう、おー、うん、面白いね。じゃあ、うん、フォワードからいきます、はい、まあ、フォワードはもう権中山さんですよ。対戦じゃないんですけど、ああ、まあ、練習とかでも、うん、こんだけ動いて、うん、こんだけプレッシャーかけてきたら、うん、ディフェンスからしたら嫌ですよね。その量と、ね、回数がもう、うん、やっぱり違いますからね。自分にこう余裕を与えてくれないっていうか、うん、休ませてくれないってこと。そうですそうですで、こう練習とかでも、うん、常にこう僕の背後とかね、うん、こう隙を狙って駆け引きしてくるから、うん、目が離せないっていう選手だったので、うんうん、やっぱりゴンさんはやっぱりフォワードのもう鏡でしたね。あ、うん、なるほどね。こういう選手は確かに何ですか、分厚も多いんですけどでも多いんですけど、でも うん、こんだけ数やれば、うんうん、やっぱりそれなりに確率っていうかね、うん、上がってきますよね。それはだってゴール数でね上がれてるし、はい、そうだ、そのもう労力っていうか、うん、それはもうすごいなっていうのでゴンさんですね。練習中からゴンさん変わんないの、あのスタイル、あのスタイルですもん、はい、もう前から来るし、うん、もうそれをしかもね絶えず、うん、休まずね、はい、泥臭いボールとか嫌じゃないですか、うん、なんかこう分かるよ、ガチャガチャってね、そうそう、練習中から来ますよ来ますよ、
だからもうクリアしようとしてもここ飛んでくるか ら, だからそういうのもやっぱり嫌じゃないですか、ね、ディフェンスからしたら、うん、相手にとっては嫌なのかなっていうふうには僕は思って、僕も嫌だったんで、うん、多分 対戦してる人は多分嫌だと思うし、うん、でなおかつ、うん、早いんですよね、うん、早いし、うん、そのジャンプ力もあるから、うん、こう意外とこうやっぱりフィジカル能力っていうのもすごくあって、うん、だから普通に競ってもやっぱり勝てないし、うん、で裏抜けのスピードもやっぱり、うん、まあ、僕は足遅かったんで嫌、うん、でしたけど、うん、でもそういうのもやっぱりそれなりにあって、うん、あとはねゴールもっとこのチャンスを決めていれば今以上のゴール200以上取ったんじゃないですかって思うぐらいな選手でしたよ、はい、うん、やっぱりゴンさんでなんか、まあ、カズさんとゴンさん行ったらなんかちょっとやっぱりタイプ違ったじゃない、はい、でゴンさんも本当にこう直線的というかゴールに直線的なプレーの選手だなってなんかイメージはあるんだよね、はい、だからねこう嫌なボールでも頭で突っ込んでくるだからね、もう骨の、ね、低いボールでもジョン・テリーじゃないですかこうガーンってねクリアする、ね、まあね、頭でブロックするみたいなさ、うん、あるじゃないですか、うん、あれ嫌じゃないですか、確かに、はい、でああいうのができるっていうところでは一緒にやっててどうですか。いやだからもうとにかくゴールに向かうから、はい、まあなんか使いやすいっちゃう。そうそうなんですよ。ゾーンさんのプレースタイルからしたら、そう、はい、あの常に狙ってくれるから、ね、まあ2列目としてはやっぱりやりやすい。はい、うん、これ動けやおうじゃなくてもうね、そう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 、ゾーンさんが多分ボール状況よくて顔上げたらね、うん、多分アクション起こしてくれてる感じじゃないですか。そうなんだよ、はい。じゃあ練習も大変だった。大変ですよ、ゴンさんは。でもゴンさんは、うん、あの練習前とかの、まあ、怪我も多かったですし。うん、あの自分のこのなんですか、内々のトレーニングあるじゃないですか、うん、あの準備、はい、その練習も、うん、もう朝早く、まあ、2時間前ぐらいに来るんですけど、準備ってことね、準備で、はい、でトレーナー、あ、ジムとかで、うん、もうハーハー言ってるんですよ、自分のこの怪我防止で、うん、最後の方はちょっと それで疲れて練習あれでしたけど、ああ、でそれぐらいでも若い時は練習の前にもうちょっともう上げすぎちゃってるっていう、はい、そうです。で練習でもう疲れたって言ってましたよ自分のその練習の準備の追い込みがすごかったですね。だからすごいです、だからストイックで、あ、まあまあでももうやっぱそのイメージだね、はい、ゴンさんは、ね、じゃあまあフォワードはまずゴンさん、はい、ゴンさんですね、はい、で次はどうします。まあ2トップで、お、2トップシステムもちゃんと考えたんですね。なんとなく M システムにしよう。 M システム、 M ボックス、M ボックス、 M ボックスか N ボックス、 N ボックスか、はい、うん、まあでも全然、はい、まだ、まあ、まずフォワードになんでね、うん、柳沢敦史です。おー、柳です。柳もだってさオリンピックちょっと入ってきたもんね。入ってましたね、はい、柳はまあ鹿島とのねこう対戦の時に散々やられましたけど、うん、でも柳も、まあ、裏抜けっていうかね、やっぱこう消えて背後を取るっていうのは、うん、もう当時は天下一品でした、ね、あ、そう、はい、ポジショニングから裏に抜けるとか。そうです、だから僕らのねボール見てて、うん、同一視野にいるけどこう一瞬ポッて見た瞬間にはもうねいない、うん、でもう背後出ているっていうね、うん、で鹿島もねそれなりに三尾とかビスマルクとか、うん、まあいい選手がいたんで、パサーがね、はい、パサーがいたんで、うん、出てくるんで、うん、結構やっぱり柳には背後を取られたなっていう印象ですね。そのやっぱり質と回数もね、うん、良かったですね、うん、はい、動き出しのタイミングとか、タイミングが、マコあれなんだね、なんかその裏取られるとかこうスピード系苦手、嫌なんですよ。だから僕は逆にでかいとか、うん、ああいうのの方がポストで足元とかの方が、その方がなんかこううまく司令と始めついてて離れたりとか、うん、離れながら行くとかっていうのは、うん、なんかそういう駆け引きで、なるほど、でそこから僕ボール奪うっていうのが得意だったんで、うん、どっちかというとそっちの方が良かったんですけど、やっぱスピード系はねどうしても足が遅いっていうので、うんうん、でまあ、僕もね足遅いからそれなりにこう下がるメートル数とかを、うん、まあ、自分なりにね、うん、考えてやってるんですけど、うん、距離感は、うん、でもやっぱりこの一瞬の目を僕らの目を盗んで背後を取るっていう選手はやっぱりねこの2人はすごかったです、はい、柳って誰かも言ってなかったっけ、多分ね庄司が言ってた、庄司だ、庄司が言ってた、そうだそうだ、はい、やっぱそのやっぱ抜け出しとか抜け出しはね言ってたんだよね、はい、だって視界から入ってきたら、うん、僕らの、うん、マークしやすいですもん、うん、まあそうだね、だってここでボールフォワードゾーンさんを見てて、うん、およこせよこせっつって言ったらね、うん、ゾーンさんにポッて自分の前に置いてる部分はね、はい、そんなにね、だから全然怖くないですけど、うん、そこの一瞬でもパッて、うん、消えて、まあ、消えて背後を取るっていうスピードとそのね駆け引きっていうところではこの2人は
群を抜いてるかなっていう、はい、このフォワードのこのボールを受けるっていうところではこの人たちはすごかったなっていうのは大事して思いました。なるほど、はい、またマコのそのディフェンス目線っていうのがあるから、でもね、なんかそのシュートのところではちょっとね、うん、あのストライカーとしては、まあね、まあまあ、柳も、そうそうね、ドイツで QBK とかね、ありましたからね。でもまあそれなりに量産はしてるじゃないですか。してるしてる、この辺りは、うん、シュートっていうよりかはこう抜けるディフェンスとこうね駆け引きしながら確かにチャンスを作るっていう2人をね選出しました、うん、いいね、いい、はい、いいセレクションだね。まあフォワード今2人ですけれども、はい、次どうします？中盤5人にします。おお、5人です。ほうほうほう、だから中盤5人、352、はい、のイメージで。なるほど、はい、ボランチからします。ボランチ行きましょう、はい、ジュビロでやってた福西。おお、福西こいつはね、あのまあサボるんですけどまあその要所要所で、うん、もう、まあ、無駄な動きはしないっていうところでは、うん、もうやっぱり判断がよく、うんうんうん、もう行くときはガッて行くし、行かないときはもう行かずに、うん、あのある程度遊ばしとくっていうのもすごかったし、うん、であとはそのボール預ければそれなりに自分でも、ま、こうかわせるし、運んでくれるし、うん、で引きつけて俺らが、ね、ビルドアップでこう前行くときは、うん、まあ、スッてこううまく使える選手なので、うんうん、まあ、こいつはやっぱり、あと、ね、攻撃のヘディングも強いし、確かに身体能力もあるし、うん、まあ、運動量はね、うん、どうしてもね、うん、あの懸念されちゃうと、うん、ですけど、うん、でも能力的にはやっぱり高いかなっていうのは思いましたね。それはマコはやっぱ後ろにいて前に置いてる福西でちょっとやっぱ安心感。そうですね、だから守備よりかは攻撃のところで預ければ、うん、多少こう自分でもやってくれるし俺らも使ってくれるっていうところでは安心感はありましたね。なるほどね、ふてぶてしいですけど、うん、まあ後輩ですけど、うん、まあでも頼りになる確かに、まあでも で、ね、それが良かったんじゃない、はい、なんかね、うん、もう一人のボランチがダブルボランチ、ダブルボランチです。まあ僕はあんまりやってないんですけど、あんまやってない、見てて、うん、こう対戦はしてるんですか？対戦はしてます、はい、センターバックもできるし、まあ、ボランチもできるっていう選手で、まあ、なんか僕となんか似たような感じの守備なんだけど、うん、でもまあ僕よりなんか身体能力もあってっていう、うん、コンちゃん。ああ、コンのコンのやつ。あ、うん、まあ当然ね、はい、こうダーティーではないんだけど、なんか綺麗に、うん、なんか要所要所でこうボールをついていくっていうところで、危険察知のところでは、うんうん、確かに能力高いかな。あとね、センターバックもできるし、うん、中盤もできるし、さばく能力もあるっていうところでは、うん、なんかこういいなっていう選手でしたね。危機管理っていうか、その一番危ないところをやっぱりパッとこう埋めてくれるような選手だよね。はい、僕もそういう、どっちかというと、うん、なんかもう事前にスペース埋めたりとか、人をこう管理するところでは予測してっていう、うん、まあ、選手だったんで、うん、なんかこう、なんかタイプ的にこういう選手、目いっちゃいますね。うんうん、まあ、身長はね、まあ、僕と同じぐらいだからそんなに高くはないですけど、うん、まあ、センターバックもして、確かにヘディングも勝てるっていうところでは、まあ、今でいうデュエルみたいなところで、ね、そうですね、はい、監督から重宝されるっていう、確かに、ね、クラブチームでも出るじゃないですか、うん、試合に、うん、水を汲むよくね、オシュンが言ったようなああいう選手、うん、まあ、やっぱり貴重だなっていうのもそうだし、うん、なるほどね、真ん中です、3人、はいはいはい、真ん中、はい、N ボックスのイメージか M ボックスのイメージで、はい、はい、あー、なるほどね、一応、はい、どっちだ、はい、N か、うん、で一応真ん中、はい、真ん中、すいません、はい、いや、そりゃそうでしょN、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 M じゃなくて N だよ。N、はい。7。はい、そうですね。日本代表10番ですからね。うん。もう言うことないぐらいな技術力と、うん、人も使えるし、うん、自分もこうね、うん、フリーキックとかもうパスで活かせるっていうところでは、こう面倒見もそうですけど、うん、まあ、怒るんだけど、しっかりこう助けてくれるっていう、ね、うん、プレーで、はい、うん、こうお前パスずれてるよとかね、うん、結構厳しいんですよ。厳しいことは厳しいけれども、でもそれにね、僕らもね、そうしなきゃならないっていう気持ちも なりましたし、うん、まあ後からお前はちょっと冗談僕、うん、まあ、下手だなとかそんな感じでいじってくれたりとか、うんうん、あ、なるほど、あ、でもね、その通りですっていう感じの、うん、まあ、人柄なんで、なるほど、やっぱりやりやすかったな俺も。そうですね、一緒にやっててやっぱり、はい、そのタイミングでやっぱ出てくるし、そうなんですよ、だから人を欲しいタイミングで、まあね、多分こう、まあ、預けたこう中盤の人たちはこう、うん、IQ が
高いっていうか、うん、まあ、当然技術もありますけども、うん、そういったところで渡辺さんはもう本当ね、こうゲームメイクもするし、うん、もういろんなこう選手がどういうタイプでどこに配置しててっていうのを、うん、こうしっかり認知しながら確かにゲームメイクできるっていうところでは、しかもそのねパスがもう優しいじゃないですか、うん、どの選手にも合わせられるんじゃないかな。そうなんです。だからそういうところでは、うん、普通ねこう人が変わるとなかなかね、ね、セッション難しくなっちゃうじゃないですか。でもそれでもなんか渡辺さんはこう合わせてとか、うん、コミュニケーションもそうですけどね、うん、ピッチ内外で何か兄貴的存在でアドバイスくれたりとか、うん、まあ、そういう意味ではねやっぱりこうチームがこう密になっていくっていうか良くなっていくのかなっていう渡辺さんのあの時のさジュビロだとさ、はい、ナナがやっぱりこうムードメーカー的なそのチームをこうなんかムードメーカーっていうよりかはね、なんか面倒見がいいんですよ。だ後輩とかみんなこうご飯連れてくれたりとか、うん、みんなでこうワイワイボーリングやったりとか、うん、まあ、ムードメーカーっていうのかね、チームでもそうだけどその、はい、要はそのオフザピッチのところでもってこと。そうです、そうです。あーチームをこう一つに陰でこうまとめてたっていう、ね、表向きはゴンさんとかがキャプテンなんですけど、そうだね、でもゴンさんでこうねプレートをこう魂でこう引っ張るタイプ。トシヤさんも、うん、これからあの上げますか。あ、ごめんね、あの性格ごめんごめん、はい、うん、なんか性格的にはなんかやっぱこうトシヤさんは、うん、あのユニークなんですけど、うん、でもどっちかというとこう自分でこう一人でこう行くタイプで、うん、みんなとこうガヤガヤっていうよりかは、うん、まあマイペース、しっとりこうかカフェで、そうです、そうです、カフェでしょ、しっとりカフェ派、カフェ派ですね、うん、そうです、あ、なんとなく分かるな、はい、うん、ならとはまた違う、はい、明るいけれども、明るいけれど自分のなんかあれもあるから道が、はい、うん、だからなるほどなるほど。でちょっと今ね名前出ましたけど、うん、すいません、はい、トシヤさんですね、藤田トシヤ、はい、うん、トシヤさんはまたでも10番ですから、はい、全部持ってますね。パスもそれなりに出せるし、うん、あとは自分でこう入っていける、バイタルに入っていけるとかもそうですね、うんうん、あと点も取れるっていうところでは、うん、まあボランチとかの強度はないですけど、うん、でも自分のこの能力を知りながら、うん、体のこのね、強さとかこう小さを知りながらも自分を活かせるっていうか、自分に、はい、うん、なおかつ技術は高いし、うん、サッカーセンスがあるなっていう、トシヤとナナミ君のこのこうバランスって どうやってたの？だからもうこの人たちは、うん、あのもうお互いが別に決まり事は決まりないんですよ。だからもうないってことだよね。もうだからもう味方も普通ねこう相手を見てとか やっちゃうんですけど、うん、もう相手も見て味方も見て、あ、ここ俺必要なかったら別に来ないしっていう感じで、あー、なるほどね、はい、うん、ここはもうあうんの呼吸で、それにあそこナナミやってんだったら行かないよとか、うんうんうん、あそこ落としてるんだったらお互いを見ながら、そうそうそう、ライバルなじゃないんだけどなんかライバルみたいな、お互いこう意識してるような、うんうん、でもまあプレースタイルはちょっと違う、確かに確かに、ですけどちょっとあのボックスに入っていく回数としてはトシヤの方が当然やっぱりちょっと多くて、そうそうそう、はい、7が少し後ろ、そうなんですね、うん、だから悩みさんのところでパサーで使う方がメインですけど、トシヤさんはパスも自分でできますけど、でも自分でこうボックス内に入って点を取れるっていう、まあ、嗅覚的な、うん、シャドーストライカー的な位置ですね、うんうん、まあなんかここは、うん、ここはちょっと僕は入ってくるだろうなっていうなんかイメージは、はい、まあ、僕らジュビロ強かった時は、はい、ゴンさんがもうがむしゃらに引っ張って、うん、ナナミさんがこの兄貴分的な感じでまとめ上げて、うん、でトシヤさんはそれをこう見ながら、まあ、自分のマイペースプラス、うんうんうん、まあ僕らとこううまく絡みながら、うんうん、冗談言いながら、はい、またねって、うん、もう帰っちゃうんですかっていう感じのカフェがある、ね、はい、そんな感じで、はい、だからもういいバランスでしたよ。そういうことだよね。こうね、このスーパースターの人たちがいて、だからいろんなやり方があるんだなっていうのは僕すごく学んで、うん、見て勉強させてもらった、うん、なるほどね、はい、あと一人ですよ。あと一人、はい、中盤、もう M ボックスって言ってもいいんじゃないかっていう感じなんですけど、はい、前田さんですね。俺、はい、忖度じゃないのそれ、はい、忖度も、うん、ちょっとありますけど、はい、で僕の中では、うん、やはりそのさっき話した、うん、その高校生の頃に、うん、前園果実の前園正清に
仕留められたっていう、おーおー、まあ、僕は対戦してないんですけど、うん、夢が散ったっていうね、清少とね、はい、清少全国大会でそれ見て、でその後に、うん、そのオリンピック一緒にやって、うん、もう、まあ、当然ね奥さんとゾンさんはすげえうまいなっていうのは感じてて、うん、でね奥さんはちょっと不運で気がしちゃったんですけど、うんうん、でもゾンさんが ね、 それ引っ張ってくれて、うん、だからねちょっとねやっぱり怖いからとっつきにくい感じはあったんですけど、うん、実際ね、うん、ただやっぱ下だから、うん、でそんなにねまだ面識もなかったんで、うん、プレー見たらもうプレースピードとその技術 の、 このドリブルの、うん、あれは、まあ、体感したことないっていうかね、うんうん、僕ね、プレースピード速い人好きなんですよ、うん、ドリブルとかで、うん、ギャーンっていう人が、うん、のゾンさんはもうその時に衝撃的な選手で、うんはい、でそんなにね、その後体重はしてないんですけど、そのオリンピックの時にやっぱりあのサウジ戦のね、先制点なんて、うん、あのドリブルパンパンって、うん、あれは見事だなっていうのもあるし、あの2点目もそうですけど、うん、あそこに入ってね、あんなグラウンド悪い中でもこう止めて、うんうん、やったっていうプレーを見て、やっぱりゾンさんすげえなって思いました。けどなんかゾンさんその後ね、うん、いろいろこう行くと思ったんですけど、うん、なんか短かったからね。なんかちょっとね、あのいろいろなんか短かったから俺。フルゲース。でもフルゲース時はね、本当。でもそうだね。すごかったですね。対戦してるもんね。してます、はい。でちょっとあれですね、ベルディ行ってからそう、ね、なんかベルディのせいじゃないですよ個人的な僕の問題なんで、やっぱりそこでプレーできなかったっていうのはありますけど、はい、そこフルゲースの時はすごかったなっていう。96年さ、対戦結構多分してます。あれ、ドゥンがいた。ドゥンがいます。そうだよね、はい、前園さん MM もできるし、うん、N もできる。ああ、なるほど。そこはもう視聴者の方にね、うん、どっちまあまあ忖度もあり、ちょっとこうどっちにしようかと思ったんですけど、まあでもね、いやで、まあ、ゾンさんのがああいうボックスに入ってくるってところではね、こうドリブル生かせるかなと思ったんですが、やっぱり少し前目かなっていう。まあでもここに入ってプレーしたかったですよ、逆に言うと。面白かったですよ、面白いと思いますよ、本当。そこでやってみたかったなと思いますよ。でも実際トシアともちょっとそんなやってないから。あ、そうですか。代表でだってそんなに永見君とはやってるけどさ、はい、トシアは逆にそんなにやってないから。だから実際なんかジュビロの時は、うん、あそこがまあ奥、うん、大輔ね。大輔もまあちょっと ね、だから大輔もゾーンさんと同じような感じのぐらいだから、うん、こういうアクセントを加える選手、うん、まあ迷ったんですけど、うん、ちょっと番組もね、ええ、気を使ってくれたっていう。いやでもゾンさんは憧れなんで、僕は、はい、中盤揃えました。はい、揃えましたね。ディフェンスラインいきますか。3枚。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。真ん中は、うん、まあ、トゥーリオかな、やっぱり、まあ、トゥーリオね、みんなこう、まあ、出てきますよ。トゥーリオも、まあ、僕の、まあ、体はでかいですけど、うん、まあ、足はそんな速くないじゃないですか。確かに。でも、そのボール、ね、うん、アタックするタイミングする感覚っていうのはね、もうジャストで、うん、そのボール、球際負けないっていうところではね、うん、彼はすごいなと思いました、ね、高さもあって。だからそうですね、あと点も取れるっていうところでは、ね、うん、今までの中では能力が高いっていう選手の距離かな。あとまあその運ぶとかビルドアップっていうの、そうですね、だから攻撃力っていうかね、 その辺も踏まえてまあフォワードやるぐらいだもんね。そうなんですよ、だからね、こう今現代サッカーでこの攻撃のことを求められる中で、うん、それがある程度できるし、で守備でも、うん、まあ体強いし、うん、で予測力もいいし、うんうん、安定感はやっぱりね、うん、あるのかなっていうところでは、はい、まあ、トゥーリオだなっていうことは。あと2人、あと2人、うん、で右が、はい、中澤裕二かな。裕二、おお、でもね、これも迷うんですよね、やっぱりジュビロのね、ヒデさんとか、うん、ジュビロ職になってもあれかなっていう、ちょっと、はい、中澤裕二、まあ、裕二は代表でもやってますし、うん、ね、あとマリノスでこう、うん、ジュビロが2000年とかね、うん、強かった時のやっぱりライバルチームでね、うん、対戦したんで、うん、なんか当時はね、うん、あのまだ裕二が若い頃、うん、ベルディに練習で入った頃はね、はいはいはい、ゾンさんとかに結構、うん、ボンバーね、いじめられてたっていうねお前何やってんだっつってね
練習生だったからね。練習生で、うん、でプロになって、ボールね扱いなんだプロじゃないみたいな感じで言ってたんですよね。確かに確かに。はい、当時ユージのところ、うん、狙い打ちしてましたからね。ユージにボール渡して、うん、そこで奪おうみたいな。そこのビルダップのところで奪うっていうね。はい、けどそれがね、うん、やっぱりこう日本代表スラジャーを代表する。確かに。彼の努力っていうか、そういう草もそうだけどね、うん、足も速いからね、ユージは、はい、1対1とかも。確かに。マコはさ、まあ、同じディフェンスの、あの、うん、選手たちは どういう目線なの、そこは。うらやましい目線。ほうほうほう。自分にないところ、だから、通量高さあるじゃないですか。そういうことなんだ。で、ユージも、うん、こう体重の1対1能力高いじゃないですか、うん、高さもあって、うんうん、そこなんだね、はい、そういう目線なんだね。中盤はまあなんか自分の感覚の選手なんですけど、でまあ攻撃はねやられて嫌だっていう。なるほど。じゃあ右が中澤佑二、はい、じゃあ左ということ。左、うん、手ではすごい迷ったんですけどね。誰松かな。直樹。直樹。ああ松田直樹。はい。あまあ年下ですけど、うん、まあ、ユース時代からこいつもね、西野さんのユースの時で、うん、そうだね、その頃からね高さもあって、うん、で、まあ、それなりに、まあ、ボランチもできてたからね、足元もあって、うん、でなおかつ1対1も強いっていうところでは、まあ、ディフェンスのあらゆる能力を持ってるっていうところでは、うん、羨ましいなっていう。あまあでもね、そういう選手がやっぱり代表に来るわけですからね。なるほどね、いい3枚だね。一応ほら俺この始まる前に、いや11人全部ジュビロで埋まっちゃうんじゃねって言ったけど、はい、まあそこも踏まえながら多分バランスを考えてくれたと思うんですよ。です、ね、はい、惜しい選手もねやっぱりいるんで、うんうんうん、難しいよね。難しいです、はい、これ11人選べってやっても、はい、まあでもその中でも、まあ、この3人を選んでくれた。そうですね、自分のこうないところを持ってるっていうのでディフェンスを選ばせてもらって、はい、最後ジジゴールキーパー。キーパーはもう同級生の彼女、はい、吉勝ですね、はい、まあ吉勝ですね、はい、身長はそこまで高くないですけど、うん、まあ、反射神経だとか、うん、でもね高校の頃から足も速いし、うん、ジャンプ力もあって、まあ、身体能力はね高かったんで、確かに、まあ、ゴンさんと一緒でやっぱりストイック的なところ、うんうん、自分をねこう引き上げるところはね確かに僕らに真似できないところっていうところでは、うん、はい、引き締めてくれるっていう選手のところでは、うん、吉勝を選ばせてもらいました。うん、はい、その大事な時止めるしね。そうですね、だから2004の僕がアジアカップやった時、はい、もう本当ね苦戦っていうか、もう本当危ないっていう時に PK 止めて、神がかりなセーブっていうかね、うん、そういうのをするし、まあ、そういう回数がね、うん、やっぱり多かったんでね、うん、みんなが評価すると同じで高いのかなっていうのを感じましたね。でもさ、ストイック、すっごいストイックだからさ、はい、吉勝うわっとこう自分でこうなんか、はい、自分に集中したってこう見えなくなる時あるでしょ。だからありましたね。そういう時はどうやってジュビロでみんなでコントロールしてた。でもジュビロのいた頃は多少、まあ、高校の時に比べたら収まってたんですよ、うん、なるほど、はい、大人になってたってことですか。大人になってましたね、うん、なのであの吉勝ちょっと抑えようっていう感じの、あ周りが、はい、それで終わったんです、うん、落ち着けと。高校の頃はやばかったんですよ、もう、うん、もう罵声ですよ。やってバカとかね、うん、で、うん、俺もそれにね、うん、売り言葉買い言葉だからうるせえよとかつって常に喧嘩したんですけど、うん、まあ、それがだんだんね大人になって、ジビロなんで上の人ばっかりだしね、はい、そうですね、はい、そういう方を目の前っていうのもあっただろうけど、はい、口はだんだんこう収まっていって、あと感情のコントロールもそれなりには大人になって、大人になって、でもまあ能力はね間違いない、はい、うん、誰もが認める能力だと思うので。なるほど、はい、じゃあキーパーは吉勝ということで、はい、じゃあ以上11人、はい、ベスト11いいですか、変更なく。俺のとことか今いや迷ったんですよね、本当。誰迷ったの。トゥーリオのところに松にして、おう真ん中、真ん中に、お、まあ、センターは松できるから、うん、で左に本当はね服部さん持っとこうと思ったんですよ。おう、はい、おう、はい、そこ忖度しなかったんだ、ね、しないで俺みたいに。だこれをだからゾノさん、はいはい、ゾノさんと、うん、あと最悪なんですか、ゾノさん、コンの、うんうん、ハットを置いて、うん、でゾーンさん守備しなくても、うん、コンのはカバーできる、でハットもこう、うん、厚みを持たせる、あそういうバランスを、ね、最悪コンちゃんハットもボランチができるから、うん、ボランチに上げてコンちゃんも下げれるっていう、うん、そういうオプションも考えたんです。なるほど、はい、いろいろ考えてくれたんだね、はい、変えます、うん、じゃあちょっと変えます、あのまあ本当に多分ジュビロずっと長かったから
やっぱジュビロの選手がバッとこう出てきてももっとおかしくないはずなので、うん、まあ多分なんとなくこうちゃんとバランスも見ながら考えてくれたのかなという感じはするんで、まあ、結構迷ったでしょ。迷うよね、11人選ぶっていうのは。いろんな選手だっていっぱいいい選手いるから、まあ、今の選手も挙げればきりないんだけど、はい、やっぱり実際自分がそうですね、自分がこう、ね、絡んだ選手っていうかね、そうということで選んでくれたかなと。でも素晴らしいベスト11かなと。また田中さんには、うん、はい、来ていただけるとね、もちろんいいですね。またすいません、わざわざまたあのいろんなメンバーも含めて来ると、はい、また思い出す部分もあると思うし、はい、そうですね、はい、まあ、でもそういう楽しみもまたあると思うので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あとはなんかポジションでどういう風に選んでるかっていうのもちょっと楽しみです。キーパーで練習のストイックさとか、うん、もう変態的というか、うん、左が、うん、来た目の上の担当ですっていうと怒られるけど、代表入ってやっぱこの人いて全然出れなかった。なるほど。なんとかこの人向かなきゃと思って、うん、やった時期がやっぱあったから、うん、まあやっぱりあかずかな、いろんな意味で。そうだね、サッカー選手いなかったもんね。ここはいなかったね。後にも先にもあんまいないんじゃないかな、そういう意味では。